はい、ガジャマルです。今回はめちゃくちゃお得なもう有料級の情報を紹介しようと思います。これは本当に言っていいのかという感じです。それは Y モバイルのキャッシュバックです。今他社から Y モバイルの SIM に乗り換えるとキャッシュバックがもらえるというキャンペーンをよく見ます。 Y モバイルのオンラインショップや家電量販店の Y モバイルだとポイント還元やポイントプレゼントでだいたい1万ポイントから1万5000ポイントぐらいもらえます。乗り換えるだけで1万5000ポイントもらえるのはお得なんですが、ガジェマルは風の噂で現金2万円から3万5000円のキャッシュバックがあるよっていう情報をゲットしました。ネットで調べても出てくるのは最大でも2万円キャッシュバックまでしか見つけることができません。こうなったらダメ元で電話で聞いてみることにしました。とりあえず家の近くの Y モバイルショップに順番にかけていきます。他社から Y モバイルの SIM へ乗り換えたら2万5000円から3万円キャッシュバックがあると聞いたのですが、そのようなキャンペーンはやっていますか、みたいな感じで聞いていきます。1件目で心が折られました。鼻で笑うかのように、そんなん聞いたことないですよと言われました。めげずに2件目かけます。キャッシュバックはやっているのですが、ギフトカード1万円分になります。その後、うちは2万円の現金キャッシュバックですとか、状況次第では上がる場合もありますとか、店舗によってバラバラなんです。その中でやっと見つけました。キャッシュバックやってますよ、現金3万円です。何回戦ですかと言ってくれました。マジで神です。言いにくいんですが、5回戦っていけるんですかって聞くと、軽い感じでいけますよ、5回戦だと15万円のキャッシュバックです、みたいな感じでやっと3万円のキャッシュバックを見つけることができました。1人だと2回戦までしか契約できないので、5回戦契約するためには利用者2人が必要です。ガジェマルは3人家族なので、子供とガジェコを利用者登録して、5回戦の契約とガジェコの回線が余るので、ガジェコが1回戦契約しました。そうすると1回戦3万円のキャッシュバックなので、6回戦分で18万円のキャッシュバックをもらえるということです。マジでミラクルです。意味がわからない金額になっています。契約条件も良くて、契約プランはシンプル M で月額3278円と中間のプランで、そこまで高くないです。それから有料オプションは2つ加入しないとダメで、1つ目はスマートフォンセキュリティパックプラスに加入するのと、2つ目はデータ増量オプションへの加入が必要になります。翌日以降にプランの変更と有料オプションの解約をしてもいいので、 Y モバイルのサポートセンターへ電話してすぐに解約もできます。維持費は初月が事務手数料が入って6580円となっています。翌月からはシンプル S にプラン変更して有料オプションを抜くと月額2178円となります。半年使ったとしても1万7470円なので、3万円キャッシュバックだと黒字になります。しかも2回戦目以降は家族割が適用されるので、月額1188円の値引きがあります。回線があるだけお得な感じになります。最後に注意点としては、スマホが回線分必要になる場合があります。それからちゃんと SIM を挿して運用しているのかの確認の電話が2回かかってきます。ここで一気にハードルが上がってしまいましたが、ここら辺はうまく店員さんと話をしてください。はい、ということで今回はY モバイルのキャッシュバックについてでした。いかがだったでしょうか。楽天モバイルの0円プランがなくなって、どこか乗り換えようと思っている方に最適な乗り換え方法と思います。 Y モバイルのキャッシュバックが気になる方はぜひテレアポを頑張ってください。店員さんに聞いたところ、告知は一切してないらしくて、聞かれたら答えるみたいなスタンスなので、とりあえず聞いてみるのがベストです。それとキャッシュバックは翌月の銀行振込でした。これは何回戦とか店舗によって変わってくるかもしれません。ご視聴いただきありがとうございます。もしこの動画が参考になったら、チャンネル登録、グッドボタンお願いします。この他の動画でも iPhone や PC ガジェット系の動画を配信しています。そちらの動画もぜひチェックしてみてください。